アメリカ・アトランタで開かれている TPP 閣僚会合で進展です。 TPP 参加国から調達する自動車部品の割合について日本は 40% 程度を主張、一方メキシコなどは 70% 程度と対立していましたが、日本の主張に近い 40% 台半ばを軸に最終調整に入りました。中継です。はい、膠着状態に見えた TPP 交渉ですが、日程を2日延長して合意を目指すことになりました。状況は厳しいですけれども、しかし希望は見えてきました。 Everybody is working very hard to find pragmatic solutions to the outstanding difficult issues. 自動車分野は TPP 域内で作られた部品をどの程度使うかが焦点です。メキシコなどは当初 70% 程度と高い基準を主張していたものの、 40% 台半ばを軸に日本に歩み寄る形で決着を目指しています。一方で道のりはまだ険しい状況です。ニュージーランドが主張する乳製品の市場開放や最大の難関である医薬品のデータ保護機関については着地点は見えていません。交渉は徹夜で続けられる見通しで、今回こそ最後の会合にできるのか、切迫感は一層強まっています。